ターオ・トン・ギープマー、またはマリー・ギマルドは、17世紀のアユタヤ王朝の高官であったコンスタンティン・フォールコンの妻である。本名はマリア・ギオマール・デ・ピーニャ。日系人である。マリアの父は当時ポルトガルの植民地だったインドのゴアから来たファニック・ガヨマーといい、イギリス人カトリックのピエール・ドルレアン神父への手紙によれば、かなりの濃い色の肌を持つ人物であり、日本人とベンガル人の間に生まれた子供であり、カトリック教徒であったと報告されている。なお、この時代のアユタヤ王朝の研究者で知られる E.W. ハッチンソンは、ファーニックをマリアの母の再婚相手であり、マリアの育ての親としている。マリアの母は山田ウルスラといい、祖母はポルトガル人で、祖父はイグネス・マルティンスという洗礼を持つ長崎県平戸出身の日本人で、キリシタン大名の末裔とされる。1682年にフォールコンの妻になり息子2人を設けたが、その後1688年のシャム革命でフォールコンが殺された時、ポルトガルに逃れようとして官吏に見つかり、捕らえられて2年間牢獄に入った。後に料理の才能を認められ、ターオ・トーン・ギープマーの官位、金爵名を与えられ1703年まで王宮の菓子部長となった。この時ポルトガルの菓子をタイに伝えた。フォーイトーン、トーニップ、トーニオとカノムモーゲーンなどがそうである。これらの菓子は現在ではタイの名物となっている。フォーイトーン17世紀までは米粉とココナッツミルクと砂糖が主な原料だったタイの菓子の世界において初めて小麦粉と牛乳といったヨーロッパの食材と卵を取り入れ、その上に洋菓子の技法を取り入れた彼女の功績は大きい。長男のホルヘはアユタヤ宮廷の官僚となった。次男のジョアンも役人となってアユタヤのキリスト教徒監督役を務め、ボーロマ公と王子の命でドイツ製オルガンの設置工事を請け負った記録がある。後に次男の未亡人、ルイザ・パッサーニャと共にフォールコンの出資金返還でフランス東インド会社を提訴し、1717年にフランス本国の国務院から賠償金支給を認められた。ありがとうございます。